ウクライナ南部オデーサで15日、ロシア軍によるミサイル攻撃があり、少なくとも20人が死亡、70人以上がけがをしましたウクライナ当局によりますと、オデーサで最初の攻撃を受けて、現場に駆けつけた救助隊が、生存者の捜索などを行っていた際に、2発目のミサイルが着弾し、医療関係者や救助隊員も死傷したということです。 この攻撃で少なくとも20人が死亡、73人がけがをしました。攻撃について、オデーサ州のキペル知事は、ロシア占領下の南部クリミア半島から短距離弾道ミサイルイスカンデル M2 発が撃ち込まれたとしています。ウクライナへの攻撃については、ロシアのプーチン大統領が 投票が始まった大統領選挙の妨害を狙うウクライナがロシア領内への攻撃を激化させているとして報復すると警告していました。